神獣が薬剤ガノンの支柱に落ちる写し絵を見た一行は救援がまだ間に合うと信じ英傑たちの元へと急ぐ。ハイダル東部で薬剤ガノンの復活に備えていた神獣バー・ルッタと神獣バー・ルーダニア、その周囲にはすでに魔物が押し寄せていた。神獣の中で待つミファーとダルケルを救うためリンクたちは敵の中へと切り込んでいくのであった。二度も奪わせはしないぞ。え、シード？俺と同じ力、おめえ一体。
Thank you.
任せください。ちょっと、どいてください。今です。おお、待っていたぞ。
Hey!
よし、片付いたな。ありがとな、リンク。さすがは俺の相棒。ユンボーだっけか。おめえもありがとな。俺様一人だったらヤバかったかもしれねえけど、やっぱり不思議。本当にシドなんだよね。ああ、その通りだぞ。まあ、未来から来たなんて言っても信じてもらえるかはわからないがそいつも気になるが、今はもっと大事な話があんだろう。姫さん、ハイラル城で一体何があったんだ。実は突如として神獣の中に現れた助っ人シドとユンボーの力もあり、無事にミファーとダルケルを助け出すことができた。互いの無事を喜び合う和やかな時間もつかの間、ハイラル城が敵の手に落ちたと知ったミファーとシドは、今なお兵士たちが抵抗を続けるアッカレトリデへと救援に向かう。一方でダルケルとユンボーはハイラル城から押し寄せるガーディアンの大軍を迎え撃つべく、再び神獣バールーダニアに乗り込むのだった。
Thank you.